い返さないから。はあ、キャッシュレス決済。そうだよ、スマホで払うやつ。ワニペイですか？違うって、回転ペイ。もうどうなってんだよこの店。あの、現金でお願いできますか？はあ、篠川さんすみません、僕代わります。大変お待たせしました、回転ペイですね。早くしてよもう。篠川さん、お疲れ様です。いや、今日は大変したね。なんちゃらペイとか増えすぎてよくわかんないっすよね。桑山くんは完璧にこなしてたじゃない。いつもフォローさせちゃって悪いわね。いやいや、薬剤師さんにレジ手伝わしちゃってすんません。あんなことやるためにいるんじゃないのに。あんなことって、それすらまともにできない私は。ああ、そういう意味じゃなくて。いいの。で、今日うち来るのよね。うわあ、おとなしいっすね。かわいい。やっぱいいなあ、猫飼いたい。ゴロ、もう眠いかな。こんな夜にお邪魔しちゃってすみません。ああ、いいのよ。桑山くんには、そのいつもお世話になってるし。いや、そんな。あー、てか篠川さん、ほんとすごいマンション住んでますね。独り身だし、他に使うとこないだけよ。五郎も広い方が快適だろうし。はあ、薬剤師すげえ。薬局勤めの薬剤師なんて暇なのにね。他には何もできないし、見合ってないかも。何言ってんすか、慣れるだけで俺からしたらすごすぎだし。調剤室にいる篠川さん見て、いつもかっこいいなって思ってました。あ、いや、そんなジロジロは見てないっすからね。あ、ゴロ、もうそこ入るのほんと好きね。ほら、おいで。じゃあ俺そろそろ帰りますね、もう遅いし。え、ちょっと待って、本気で言ってる？え、あのね、いい年した大人が深夜におうちデート、つまりそういうことじゃない。そういうことよねー。あ、え、は、そもそも家に男をあげるなんて数年ぶりで、誰でも OK ってわけじゃないのよ。篠川さん。ああ、もうバカみたい。ごめん、もう忘れて。違います、ごめんなさい、好きです。は、猫みたいってだけで家あげてくれたのは、むしろ俺のことをそういう風に見てないのかなって思っちゃって。すみません、正直今めっちゃ嬉しいです。バカみたい。絶対返さないから。あの後結局何回したんだ。さすがに腰痛。桑山くん、いい加減起きないと。今日早番でしょ。私も同じシフト。眩しい。何言ってるの。てか、このまま一緒に店行くのやばいっすかね。途中で誰かと鉢合わせたら、ちょっとずらしていくか、どうしようか。ん？いいじゃない、堂々と一緒に出勤してやりましょう。ああ、篠川さん、かっけーっす。何それ、早く行くわよ。